浪監督、ホームを踏むまでは全力で走らないといけない。中日阪神、18日バンテリンドーム、8回の痛い走塁ミスに、ホームを踏むまでは全力で走らないといけない。ネクストにいるバッターもランナーに指示をしっかり出していなかったと中日、立浪監督は語った。喜ぶ阪神ベンチとは対照的に、静まり返る優のベンチ。細川の三塁噴死の原因も探る。打球を見ていたので、これから確認しますと話した。確かに。素晴らしいお言葉。そらそうよ。小学生か。少年野球の監督かな？プロ野球の記事なんですかね。ちゃんとプロ野球って書いてあるぞ。皮肉かな？プロ野球って言葉が煽り文句になるってすごいな。コメントだけなら立浪さんに全面同意なんやけど、そもそもそのチーム作ったのはあんたや。踏み慣れてないし。得点することが少ないからそういうことも忘れてしまってるのかもしれない。ネクストバッターがこう言ってやらずにバット片手にハイタッチ構えてんだからそやランナーは余裕だと判断するやろ。ノーアウトワンアウトなら余裕でセーフの場面は何歩でも緩めていいけどツーアウトならこういうこともあるから極力全力疾走しとけって話や、そら細川のアホチン走塁が一番悪いしあれがセーフだったらあのタイマン走塁でもせいぜいベンチでちょっとたしなめられる程度やろうけどさ。細川って暴走なんか？ツーアウト一塁上であの当たりやで？暴走とは言えないかもしれないけどまだ点差あるのにサードでアウトになってはいけない。誰か一人でも正しいプレイができてたら起きえなかった弱い上に全員がやる気ない暗黒の象徴みたいな出来事や。まあ全員が悪いんやろ、弱いチームなんやからしゃあない。まあでも珍しいもの見れたよね。家に帰るまでが遠足、みたいな感じやな。立浪少年野球教室。幼稚園の運動会やん。うんちはトイレでしないといけない。